あ後輩じゃんちょうどいいとこにあーちょい待ち逃げんなってまだあたし何も言ってないよあっ察しがいいねあたしの論文作成手伝ってくんない締め切りやばくてさまあまあ手伝ってくれたらお礼に可愛がってやるからさねえいや めんどくさいじゃん。大学の課題なんてさ。ちょこっと先延ばしにしてたら、まあ、締め切りがね。今は猫の手も借りたい状況だからさ。マジでお願い。この通り。おマジ助かる。持つべきものはやっぱ使える後輩じゃなくて、頼れる仲間だね。ああ そんなツンツンしないでって減るもんじゃないしほらあたしんち行くようんあ,あそれうんそこ置いといてあ,あそっちの資料はあたしの机の隣であサンキュー じゃああとはそこの山積みになってる紙の束整理しといていやー助かるねー雑用係がいるといないとでは作業効率が全然違うあ本ほんとに気が利くなーじゃあコーヒーでよろしくうんいつも通り砂糖なしミルクありで。 うんダメだ眠いねえ眠いから一旦寝ていいもう冷たいなまあいいけど後輩くんの膝借りるしちょいと失礼するねよいしょフフ <laughs> だかんだ言って おとなしく膝は貸してくれるんだきっとそんなこと言ったら私すねちゃうぞとりあえず寝るわおやすみ適当な時間に起こして。 お邪魔しますって後輩くんいたのええそれは見たらわかるけれどまたこの子に雑用させられたそう、後輩くんも大変ねこの子めんどくさがりだからいつも振り回されてるでしょ そう後輩くんがいいならいいんだけどんああ私もよくこの子の家に来るの一応おされ縁だしねそうよ私たちは幼なじみ小中高全部一緒だったものそうね かなり長い付き合いになったけど、私はこの子が幼なじみで良かったと思ってるわ。そうなんとなくわかる私、結構冷たい性格で、意見もズバズバ言う方だし、それで人から避けられがちだったんだけど、この子がいてくれたから完全に孤立せずに済んだ。 私が周りと対立しそうになった時この子が緩衝材になってくれたから本当に感謝してるまあその分別のことで面倒かけられてるけどね今の後輩君みたいにそうね最近は後輩君が私の役割を肩代わりしてくれてるから助かってるわどうもありがとう 別にいいじゃないこの子見た目はいいし君も頼られてまんざらでもないんじゃない君になら預けてもいいかもねこの子のことううん何でもないもういい時間だしご飯作るわねええいつも勝手に台所を使ってるわ この子のご飯作ってるの私だし。ああ、もちろん後輩くんの分も作ってあげるわよ。少しだけ待ってて。 あよく寝たおはよう寝すけさんもうすぐ夕飯できるわよえ夕飯うわもうこんな時間じゃん寝すぎたまた課題の締め切りがギリギリなんでしょう。ご飯食べたらちゃちゃっと済ませなさいえー、なんか寝すぎてやる気出ないしそうだ 今日は珍しく3人揃ってんだしお酒飲もうよ明日本気出すからさあなたそれ言って本気出したことある結局、最後は怒られて終わりじゃないのまあまあそんな堅いこと言わずに絶対なんとか間に合わすからさね、はあ、仕はないわね後輩くん 悪いけど付き合ってくれる <laughs> そうこなくっちゃ今日はパッと飲もうぜなあ後輩さ好きな人とかいんのてかどんな女がタイプなんだよ教えろよちょっと飲みすぎよ相変わらず加減を知らないんだから。 なんだよ本当はこいつの好きなタイプ気になるくせに私は知ってんだがなそんなわけないでしょ変な勘繰りはやめてちょうだい <laughs> <laughs> そんなつまんないこと言わずにさもっと飲んじゃよほらほらちょやめなさいったらあなた本当に怒るわよ まあいいけどさ。これ以上飲んだら酔いつぶれてあられのない姿見せちゃうもんね。仕方ないか <laughs> 違うわ。後輩くんのいる前で変なこと言うのやめてちょうだい。あー聞いてよ。後輩実はさ。普段冷静でクールな女の子ほど酔いつぶれた時にはそれはもう <laughs> 黙りなさい。<laughs> <laughs> おいい飲みっぷりさすがいいわよだったら私が酔いつぶれないってこと今ここで証明してあげる楽しくなってきたね <laughs> ほらご輩もガンガン飲んじゃおう。 ちょっと後輩くん君前に言ったわよね僕は実は貧乳の方が好きなんですってなのに何そっちのでかい胸ばっか見ちゃってあの言葉は嘘だったのちゃんと答えなさいよこの変態まあ後輩も男の子ですね <laughs> 万入引力の法則で目も自然にそっちに引き寄せられんだよねー何よ万入引力の法則ってそんな無茶苦茶な法則私は認めないわよ <laughs> 今適当に思いついたまあでも大体当たってるかないねえ後輩 <laughs> もうそこで即座に否定できないってことはそういうことなの本当に嫌になるわまあまあとりあえず実際に確かめてみればいいじゃん「巨乳」と「貧乳」本当はどっちが好きなのかさぎゅー望むところよ私だってくっつけば。 ぎゅー…でどっちの方がいいやっぱ安心するっしょあたしの方が何言ってるの後輩くんは小さくてつつましやかな胸の方が好きなのよねおいどっちもなんて答え求めてないぞ どっちにするかって聞いてんの後輩くん物事は曖昧にしていい時と悪い時があるのよ賢い後輩君なら今がどっちかは分かるわよねうんーじゃあさ付き合うとしたらどっちがいい正直に答えてよここで適当な答えでお茶を濁そうったって そうはいいかないわよ。男らしくバシッと決めなさい後輩,な後輩はどっちが好きなの